どうも、庶民ゴルファーのハチです。こちらの動画は西尾ゴルフクラブの早朝セルフにて、ゴルフ初心者のやっちゃんとのツーサムラウンドの動画となります。ここでね、100切りを目指すやっちゃんですが、アウトコースの前半を終えた時点でのスコアはジャスト50、まだまだね、100切りできる可能性は十分なスコアですが、果たしてやっちゃんは100切り達成できるのか。後半戦のラウンドを早速振り返っていってみましょう。ちょっと左、あ、でもまあまあまあ、止まれと、まあ、さあ、OK。お、うまいうまい。オッケーオッケー、狙える狙える。お、うまいんじゃないこれ。お、ナイスオン。うまいうまい。いや、これは上手よ。ワンパットいけるよ。ワンチャン。もうね、ショー、バンカーの方に一直線。はい、バンカー。てか。ナイスアウト。
向こうのバンカーじゃないこれ。あ、止まった止まった。どこ？いやでも大丈夫やろあれなら。おお、いいとこ。ナイスナイス。
ということで、インコースの前半戦となる10、11、12番ホールのラウンド模様でしたが、12番で9打も叩いてしまったやっちゃんですが、後半戦はまだ始まったばかりなので、ここから巻き返していきたいところですね。中盤戦となる、13番ホールからの模様は次回の動画でお届けしたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。ではでは。